はい、というわけで始まりました。リムサイ TV。こんばんは。11月でーす。もう長いからね。ショートカットショートカットで。テンポ良すぎ。ほんまに。もう髪切ろう。誰とも。すいません。もう伸び放題です。11月のメニューはこちらドン。何が？何やろうね。秋っすからね。秋やけど秋っぽいこと何にもしてない。もうええてよオープニング誰が見んねん。いるよ、いろ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 、いいよ、結構話題ですよ。あの二人なんか面白いわってどっち俺らどう思う、どう思う、俺らかポップアップの人かどっちか分かれ。まあそんなわけで、今回はだからセニングプラスの PV から始まり、あ、そうそうそう、をあ、オープニングに流してくれてる今カワードやろ、あ、カワード、カワードを撮ったブランコのスプレッダーがセニングプラスの PV 撮影にレ、うん、レポート、あ、そうかそうか、そう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 やつやと思う、そうそう、それ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 が流れます。それから始まり、あとはなんかもう面白いのいっぱい、まあまあまあそうやね、そうやね、面白い、まあそうやね、あるんで、うん、とりあえず見てください。はい、始まるよー。はい、せーの、せーの、ドロップスランドからダルです。ブランクノイズスプレッターです。今日はね、セニングプラスのサトシ、違う、吉岡の、いや、サトシも撮りました。あ、そうか、サトシも撮りました。松浦と吉岡と、はい、あと、まあ、僕が映るのかどうか分かんないですけど、はい、セニングプラスの PV がね、はい、今日なんと撮影されてるみたいで、ね、100年早いですね。PV なんだ。俺からしたらお前も100年早い。今日ね、はい、YouTube かなんかで見れるんですって。それカウイたちのやつなんで、まだ初心者なんだやつ。そうですね、はい、で、まあ、つい最近ね、リリースしたばっかりのカワードっていう好評なんで、そうですね、あれ撮る時のなんか初注意とかあったりするんだよ。こうカメラでこう来たらこうみたいな、手はちゃんとあるあっきこうすげえんやろ、別にそういうのを教え込まないと。さあ、緊張しないと思うからちょっと教えに行ったの。なんです、どうやってるかね、やってるかね、よし、もう全然できてんやん。まず調子はどうすか。いや、まずね、足はね、はい、こうだね。あ、こうっすか。もっとお前こうや。まずこうやな、俺よ思ったら。あ、手はちゃんとこうここにかぶされる。そうもっと上に上げない。あと表情が足りひんな、表情の動きやな。違うから、全然違うから、全然違う。何が全然、もっとあとどれくらいだろう。これ言います、熱が足りひんな。あ、マジですか。こ結構しっとりじゃないですか、これちゃんとやれよ。はい、4本目 OK です。もう一杯行こう。ね、みんなを食べさせてきました。OK。 うるせえさ。じゃあさ、僕前髪大丈夫ですか。じゃあお前目つぶりすぎやで。あ、ほんまですか。うん、見開いた方がいいですか。見開いた方が、めっちゃつぶってたな。うん、ほらつぶっといた方がええんかなと思ったりして、つぶって上に目描いたら、まあ、それドロスライやってくれた。いや、ね、セニプライなんで、なんでなんでもドロスライやってくれた。お前らなんか良さげやったな、でもな、見てたらな。まあ、65点。お、あ、お、うん。65点。お前だって1回もこれやってないやん、こうやって。これやる曲ですか。だってこうやってる時もこうなってないし、足。細かっ。さすが。リズム取ってない、リズム
リアル感がある。次それ意識していこう。ああ、分かりました。リズムを取るか。うん、どん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 良くなっていくから。分かりました。頼むで。頼むよ。おっこ行こう。頼むで。ありがとうございます。ちょっと怒ってけんけん、大きい声でちょっと怒って。サトシお前そんなもんか。今どんだけ人が待ってると思うねん。おい、バンドカットの中でアッキーが歌ってる後ろには映ってない。大丈夫です。それでも入れてあげてください。今サトシが映らへんかもっていう可能性が。入れてあげてください。やばいやばい。このギアっていう曲で、はい、セニングプラスの、はい、まあちょっとアンチソロプロジェクトみたいなのはありやん。いや、サトシもソロプロジェクト見れてあげてください。お願いします。サトシもソロプロジェクトってどこで。あれバンドじゃなかったもん。むしろギアを全部ドラムソロで終わってくれてもいいやつ。サトシが一人で映る瞬間とかいるかも。いるよ。サトシは必要なんですよ。セニングプラスに。まあ、そこまで行けたら、まあ、映してもいいけど。ありがとうございます。作品としてどうかと思うんですか。作品としてはどうかと思いますけど。でもまあ入れてあげてください。どうかと思うんかよ。サトシが、晴れて映れるそうなんですけども。ヒゲそれお前。ヒゲそれ。頑張れサトシ、頑張れサトシ。よかったねサトシが。いやもうありがたい話ですわ。ありがたい話ちゃうやん。お前ほんま、ほんま下手くそやな。どいてみ、見したるから。見とけよ。まず XJAPAN のジェラシーの最後のドラムソロが終わりかけの時は。やってんねん。それよしきや。それをイントロからやらんと。お前イントロからやらんと。その曲でしたっけ。ちょっと今の見ちゃって。こいつうまいから。あ、はい、ファイナルの時の感じがちゃんと出てるから。見といて。出てて。ちゃんと。マネすらできる。頑張れよ。頑張ります。頑張れよお前。1本目、はい、頑張れ。スナップ。手首のスナップやからドラムは。帰ってくる。さあ、長かった PV 撮影も、はい、終わりましたね。無事終わりましたね。おかげさまでね。まあサトシがちゃんと入ってるかどうかはちょっとね。出来上がりをまあね、おそらく使われないでしょうね。まあいいけど、出来上がりを見てのお楽しみということで。でこの今の URTV で、はい、まあベストはこの今日撮ったセニングプラスの出来上がりがちょっとでもこう映ればいいんですけども、間に合ってない可能性もあるので。ああ、そうです、ね、間に合ってない場合は、はい、カワードか朝顔か。OK です。どっちかが多分流れてると思います。せーのドンって言ったらそれが流れるんですけど、そっちの方が、まあ、ベストはセニングが、流れたら、はい、ユアライブに来てくれてるみんなが一足先に見れるっていう。ああ、そういうことになってくるんで。確かに。できれば見してあげたいんですけども、まあ、それは編集上の都合ちょっと分かんないですけどね。そうですね、うん、まあ、見れたものができたらね。そうやね、はい、じゃああれやね、秋の方から、はい、僕たちの PV をどうぞって言ってもらったら、はい、出来上がってたらセニングが映るし、出来上がってなかったら、まあ、カワードが映るかもしれない。ランダムやな。最悪フェイドウェイズが流れるかも。
言っちゃった。どれが流れるかはちょっとそうだね、お楽しみってことで。そうですね、はい、じゃあ秋の方から、じゃあどうぞ。今どれくらいだろう、僕の嫌方々その身を震わせ待っていたら結果オーライ、そんなの許されない。あとどれくらい続く僕の嘘、最果てなんて見えない、今日で終わりなら自業自得、誰も責められない。ベソー、ちゃう今日ちゃうねん、今日ちゃうねん、ちゃうんすか、今日ちゃうねん、それちゃうんすか。今日はですね、二の前ゆういちさんがですね、こちらでワンマンライブをするということでですね、ちょっとゆういちさんをぐいぐいちょっとね、あいいところを聞いていこうと。ありがとうございます。今日はそんな感じ、そんな感じなんですよ。俺ピオ黙っとってごめんな。あ、いや、なんで黙られてたんすか。ピオ、まあ、知ってても別に変わらんかなっていう、まあ、そういう制作側のそういう諸事情で。さあ2年前ぐらいからこういうの決まってたんですか。だいぶ前だ。言い過ぎっす、言い過ぎっす。ですね、ちょっとむっちゃ気になってんけど、二の前さんの二の前っていう字が1やねん。で1で二の前や、二の前で1で二の前さんって思うねん。で、はい、ゆういちの1も漢字の難しい方の1あるじゃないですか。あ、そうそう。ほんなら名前に1っていう字が2つ入ってるんで、でも1さんでいいやん。1さん、1さんよろしくお願いします。いや、一応アーティスト名1さんでお願いします。いや、二の前ゆういちで、二の前、他、はい、じゃ二の前さんで、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、越野翔子とピオゴリラです。お願いします。お願いします。好きになるってことはどういうことなんだろう、あなたの隣には私の居場所はない、優しくするの勘違いするでしょう、oh. 男の人って、みんなそうなんでしょう。さっき喋っとってんけど、はい、おとついでしたっけ、パーマを当てたと。そうですね、パーマ、もう完全にテンパみたいな。見てください、このクルクル感。テンパぐらいのクリクリやん。やんわりやんわりやん、やんわり。ビオゴリラなんかもうこれ当てたパンチパーマみたいになるじゃん。やばいっすね、やばいな。やってみる、やってみましょうか。あの、今度は次のベースオブロケットはパンチパーマ。失敗して全部ないかもしれない。やめとく。そうそう、今言っとかんと、はっきりしとかんとパンチしなあかんはめになるけど。いや、やめときます。やめとく、わかった。ですね、二の前さん、そうそう、さっき言ったみたいに、はい、ワンマンが決まってるんですよね。あ、ありがとうございます。はい。ちょっと日にちとかそういったものを。ですね、予定なんですけども、3月16日です。はい、3月16日、はい、なんかこう、趣旨というか、こういう風にやりたいなみたいな、そういうの決まってるんですか。いや、ですね、まあ、僕もいろいろ音楽との関わりは多くて、まあ、昔もいろいろギターのレッスンの講師したりとか、まあ、いろんな形で音楽と関わってきてたんですけど、
ちょっとやっぱりフロントマンとして飛躍したいと、はい、いやそういうちょっと熱意がずっとあってですね、でそれをやっぱり実現するにはもう先に目標を置いて、はい、そこに向かっていこうみたいな形ですね、はい、でワンマンやらせてくださいと、はい、じきじきに、はい、はっきりはっきりとったけどもっちゃセクシーボイスやわ、なんかねこう心の叫びプラスエロスみたいなちょっとセクシーやね、はい、ちょっといい意味の、でもシャツがちょっともうアメリカンロックみたいなシャツやちょっとグラムロック風に今日は決めちゃいました、ほら小学生みたいになってるやん、いや横並んでみ、小学生みたいになってるやん、どんな世界にも君がいるよ、何の変哲もない君がいるよ、こんな世界は嫌なんだけど君がいるなら悪くはないかな、先ほどね一緒に喋っとったんですよ、その喋をちょっと送らなあかんなって言っとったじゃないですか、ちょっと LINE でね、はい、今ちょっとせっかくなんで交換しておきましょう、 LINE の交換を、 LINE って分かりますか皆さん、 LINE って言ってあの今この携帯のアプリですよ、すごいですね、これすごいよな、これ掘ったらフルフルって言ってそれだけでアドレス交換できんねんて、僕も翔子さんに教えてもらう、せやろ知ってますフルフルって、それ携帯っすか、フルフルでかないっすかそれちょっとこれこれこれそれ電話できるんですか、まあ、電話姿はちょっと間抜きやけどですよね、なりますよね、いやでもこのやっぱ見た目感とこのでかさが気に入ってはい、とりあえずこの友達の画面にするんですよ、これね友達の画面わかるかな、友達の画面、友達の画面の右上に人型のところにプラスみたいなの書いてるところがあるんですよ、これね、そうそうそう、このこれねこれねこれね、あるこれを押してください、ポチッと、はい、するとですね、はい、フルフルっていうのが出てくるんですよ、それをポチッと押してください、しました、振ってください、なんかね画面が変わるまで振ってください、こんな本気で振らなあかんの、いいよみんな接続中やねこれ、はい接続中、あ来た、お来た来てる来てる、じゃーん来ました、イエーイということで来ましたよ、これで背が高い男って名前背が高い男っていう名前これ、はい、OK です、背が高い男とつながりました、人がいて心を締め付けるよ、言葉を探していた、うまく君に届くように、雨の中で告げた誤解を恐れぬ、けど君はずっとうつむいたままにしている、返事のない答えに不安の意味抱きしめるよ、遠い空の下淡いぬくもりを求め
このちょっとゆるい感じでしたけども、もうお腹減ったんでね、ちょっとみんなで3人でご飯食べに行きませんか。いいっすね。何食べたい？何食べます？何食べたいですか？いやー、鍋です。鍋っすか？ちょっと鍋はきついな、時間足りんな、本番まで。軽くじゃあもうなんかちょっと食べに行きますか。ほんならもう行きましょう。じゃあそうで、今日はお疲れ様です。またみんな来週、バイバイ、来月やです。うん、ドルフィンズ会員って知ってる？ドルフィン会員、うん、なんかさ、それカードなんだけどさ、はあ、持ってるとライブが見放題なんて。へえー、すごいね。ねてか俺持ってるの？え、持ってんの？すごくね。持ってんだ。1年間ライブ見放題で1万5000円だぜ。え、1万5000円なの？安くね。安い。ねえ、お前もお店も入ったら？え、てか欲しい。ね、かっこいい、これ。ビームサイズ TV! セイナベストヒットイエーイ、イエーイ、はい、もう3回目ですね。はい、はい、始まりました。そうですね、セイナヒベストヒット噛んだ。はい、今日は、はい、どんな曲が紹介されるんでしょうか。何その台本チックな感じ。いや、ちょっとここに用意されてるの読んでるだけですけども。どうも用意されてないですよ。はい、ね、そういうギャグです。もう11月ですね。そうですね、なんか一層秋っぽいですね。秋らしい。一層、はい、一層って何？いや、先月よりも一層秋っぽいですね。あ、じゃあ来月は冬ですね、はい、あ、私今日からアイリンちゃんになったんでよろしくお願いします。はぁ、ね、そうそう、このコーナー の趣旨説明をいたします。はい、このね、せいなベスト、また噛んだ、せいなベストヒットとは、はい、こう世の中に知れ渡った名曲ではなく、ではなく、こうまだまだ見ぬ隠された名曲たちをこのコーナーでね、いろいろ紹介していくっていうコーナーでございます。わかる？つまり隠された名曲を世の中に広まる名曲にしましょうっていう。あ、なるほどね。ことです。はい、楽しみだな。何その台本チックなの？ここに読んである、はい、はい、それでは今日の曲はこちら。じゃじゃん、あいこさんの蝶の羽飾り。おー、知ってますか？知らない。これはですね、あのキラキラっていう、キラキラは知ってますよ。あのなんだ、羽が生えたコートもでしたっけ？それの、そうです、頑張っていきましょうっていうあのテレビ の主題歌ね。そう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 、ね、詳しい。そうそうそう、あれたまたま見てたからね。2曲目に入ってる曲でございまして、カップリング。そうそう、一応3曲入ってて、キラキラ、蝶の羽飾り、コンペイトーっていう曲が入ってて、私はキラキラよりその蝶の羽飾りとコンペイトーが好きなんですよ。あ、そう、結構隠れたやつの方が愛子は好きで、なんか、うん、ね、愛子はあの大量に曲を作るパターンの人だっていう。あ、そうなんだ。らしいですよ。へえ。だから、あ、なんもないです。なんか悪いこと言おうとかな。はい、いいことだけ言っていきましょう。でね、これはあの結構本当になんかどっか調べたりとかしても、なんかこの曲はこうでこうでとかないんですよ。本当なんか B 面みたいな曲なんですけど、でもこれを私初めて聞いた時からなんかずっと頭から離れなくて、ずっとカラオケで歌ったりいろいろしておる曲でございます。ちょっと羽飾りってどういうことなんですかね。あの 首飾りとか耳飾りだったらそこにつけるんだなって分かるんですけど、蝶の羽の飾りってことですか？羽の飾りですね。あ、っていうこと。でもなんかきっと比喩的表現なんだと思います。歌詞がね、私の好きな歌詞を、はい、ちょっとお見せいたしますわ。ババーン、決まった時間にいつもなってた、はい、電話が今はもう鳴らない、あなたが解いた胸の糸が逆に苦しいよ。逆に、はい、逆にね、はい、このまあ愛子って基本切ない歌詞なんですけど、はいはい、その中でも私結構この決まった時間にいつも鳴ってたっていうのに、まず決まった時間に電話してくれる彼氏なんかいるっていう。まあなんかします？
いやあるんちゃいます2人のルールが。なんか結構こうめっちゃロマンチックな曲だなと思って。あそこがいやもうなんか11時はちょっと風呂入る時間やしみたいな。あのね、そこから1時間半ぐらいの12時半にちょっといつもちょうだいみたいなルールあるんちゃいます。そのなんかいつも決まった時間に電話するぐらいこう仲が良くて誠実な2人だったわけじゃないですか、うん、はいはい。でも結構あるんちゃいます。え、あ、私には考えられないやつ。あ、そうなの、うん、あの決まった生活をしてないってこと、ね、そう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 。ああ、それもあるのか。だから学生かなとか、うん、いや学生学生じゃないですか。社会人もあるでしょ、働いてらっしゃる方は。夜12時になったら電話するよみたいな、ある、あります。何もありますよ、ね、普通に。そう、多分あると思いますよ。じゃあ多数決と。これでね、その決まった時間にいつも鳴ってた電話が、はいはい、今はもう鳴らない、はい、でこのあなたが解いた胸の糸が逆に苦しいよ、うん、これなんかどういうことだろうと思って。あなたが解いた胸の糸、胸の糸って何ですかね、うん、なんか糸が医療ミスかなと思って不謹慎ですけどね。あ、急に医療、あ、その ね感じね、はいはい。まあでもそう、胸の糸解かれた方が逆に苦しいって、うんうんうん、これはぜひみんなに聞いてもらいたいと思い、今回選べました、うんうん、ね、どんな曲なんでしょうね。まあ愛子さんらしいポップでなんかキャッチーな感じですね、うん、けど歌うとめっちゃむずいみたいな。あ、そうそうそうそんなポップでキャッチーって感じじゃなくて、なんていうかこう、あ、そういう感じみたいな。はあ、あ、そういう感じっていうやつ。聞いたらわかるから、聞いたら、はい、OK じゃあ聞いてください。蝶の羽飾り。セットレンタルが今月からスタートしました。これを使えばこんな綺麗な写真が簡単に撮れちゃいます。ぜひ使ってみてください。ビームサイト TV。 何も変わらないあいつらだけのつまらない素な日々でも普通で
ダンスを始めて、それは親戚の、親戚というか知り合いのつながりでダンスを始めて、から小6までダンスをやると、で途中から歌を歌ってやっていってたんですけど、中3になってからダンスが若干ちょっと気をつけてきて、そこから最近は結構、まあ、女子校っていうのもあって恋愛漫画が流行ってて、授業中みんな机の下の物入れのところに隠しつつ読んでます。夢は、私的には順番がちょっとあるんですけど、まずはお客さんを増やしてナンバー8満員にすることが目標で、もうゆくゆくはジョーホールとかなんか武道館とかを満員にして最高のライブができたらなって思うのが夢です。はい、そう、初めてのファーストワンマンライブなので、まあ、不安もいろいろとありうるけど、楽しみの方がいっぱいありますし、何よりほとんどもう生の音で、オケじゃなくバンドでやり、アコギやりとか、いろいろ企画も用意してて、絶対楽しい一日ワンマンライブになると思うので、すごいワクワクしてます。皆さんいつも応援してくださってありがとうございます。これからもっともっとバンド、ナノバンドとかソロでも、もっともっと活躍して大きくなっていい感じにしていきたいと思います。もちろん11月27日の、ワンマンのホームですね、すごいいいイベントになると思います。そしてなんと、まあ、誕生日ということもあって17歳、前は再起動ということで、ぜひぜひワンマンの方も見に来ていただけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。前田でした。こんにちは、原真理子です。今度2012年の12月16日日曜日に堀江ゴールディで原真理子ワンマンライブします。これは、エバーラスティングストーリーボリューム2ということでですね、今までアーティスト名ローマ字で真理子でやってきたんですけれども、日本人らしい原真理子という名前になってから1回目のワンマンライブになります。で、今全然 CD を発売してなくてですね、今回やっとミニアルバムを出すことになりました。後ろでパチパチしてくれてます。そうなんです、ミニアルバム一応6曲入り1500円で発売なんですけども、この日は、ワンマンライブ来てくれる方には1000円ですね、手に入れていただけます。で、ほんといろんな曲の中からめっちゃいいものをね厳選して、その CD はプレシャスワンという名前で、皆さんの宝物の一つになったらいいなという願いを込めて、お届けしたいと思ってますので、楽しみにしててください。そしてぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。で、この後ですね PV が流れるんですけれども、それが、オムニマス PV で、他のアーティストさん5組の PV 集1500円で発売してます。原真理子の
なんか変わった一面ですね見れるかと思うので、ぜひそちらも直接ライブ会場とかで手に入れてもらえたら嬉しいです。じゃあ以上です。この後プレシャスタイム流れます。最後まで見てね。ありがとうございました。君がくれた愛の言葉は不思議なくらい心溶かしていくよ。離れてる時の不安よりずっと好きだよって今伝えたい。星の数いる人の中で君と出会えたことはきっと奇跡だね。なかなか二人会えないけど君との時間いつでも宝物だよ。あ、テレビもね、ラジオもね、車のそれは走ってね、ピアノもね、バーもね、バスは一日一度きり。はい、海鮮です。ラーメンです。食べ合わせて海鮮山鮮です。いや、どうも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 、始まりました何の話でしょうね。いや、今回も始まりましたね、ポップアップでショーのコーナーです。どうも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 、お元気ですか。元気ですか。ね、寒くなりましたけど ね、はいはい、うん、山さんは頑張っております。そうですね、意外とあったかいですね。そうですね、はい、意外とあったかい今日は、ね、まあまあまあ、皆さんもね、寒くなってもらってますかね、うん、大丈夫ですかね。え、まあ、今日も大丈夫ですかね大丈夫大丈夫でしょう。大丈夫ですか、ね、うん、今日心配ありえない、はい、うん、紹介していきましょう。もうそうですね、うん、はいはいはい。っていうか、はいはい、このコーナー何でしたっけ。あ、このコーナーの説明ですね。はいはい、押し入れときましょう。このポップアップでショーのコーナーとは、はい、我々海鮮山鮮が、はい、こちらポップアップミュージックスクールの生徒さんの中から、はい、勝手に選んだ生徒さんを、はい、勝手に選んだ賞に、はい、勝手に受賞させてしまおうという非常に勝手気ままなコーナーでございます。なるほど、我々海鮮山鮮が生徒さんに賞を決まります。いいじゃないですか。ということで、はい、今月もこれが、はい、やっとかないとね、やっとかないと、11月が始まらないので、まあまあまあ、ちょっと勢いづかしたところで自分で、うん、じゃあ早速ね、ショーの方を行きましょうか。行きましょう。はい、ではね、今月もまず2人ありますので、2人目の方から、はい、あ、行きましょう。きっちり覚えてますか。覚えてます。大丈夫。じゃあせーので言ってみましょうね、はい、せーの、その名の通りキラキラしてるでしょって感じですね、その名の通り、なんかキラキラもう存在で、歌うまいし、はい、かわいいし、若いし、若いし、はいはい、うん、そうですね、もう三拍子が揃ってます ね、 ね、もう未来がね、未来がね、楽しみですね。若い頃の松井和夫みたいな感じでしょ。そうですね、ちょっと注目していただきたいと思います。はい、じゃあ次のショー、次のショー、うん、行きましょう。はい、超大型新人現る現る
どうも、秋広です。今レコーディングさせてもらってます、私の心模様っていう曲が、今年中にリリースされます。よろしくお願いします。特別に思い出そうなんてしているわけじゃないんだけど、気がつけ、はい、ということでね、見ていただきました。すごいですね、うん、すごいね、うん、いやいやいや、大型すぎるね、うん、ちょっとちょっと我々ね、うん、ここでフラフラ回ってる場合じゃないかもしれない。そうですね、ほんまにちょっと歌練習せなあかんですね、はい、最近はね、ちょっとラップの練習ばっかりしてますよね。ラップ、そうです ね、ラップ、ライムの踏み方ばっかりちょっと勉強してて、あの、インとか、なるほどね、そうそうそう、だからちょっと足元こんな感じになってきてるみたいな、そうそう、ちょっとヒップホップ、なるほどね、ちょっと、まあまあまあ、はいはい、うん、ちょっと頑張っていかない、新しいとかしてるもんね、うん、頑張っていこうと思って、うるせえうるせえっつって、うるせえん、うるせえ、ここでね、はいはい、ちょっと告知をほうほう入れましょう。はい、どんな、うん、あのね、はい、このポップアップミュージックスクールのあるとこに、なんて言ったんですか同じ建物内にある堀江ゴールディっていうライブハウスがあるんですよ。知っ、はい、てます、してますよね。ちょっとなんとなくです、うん、はい、ちょ、最近ちょっとあの流行り始めた。ああ、そうなの、堀江って言ったらゴールディーって勝手にあのゴーグル検索で出てくる感じですか。すぐ出てくる。へえ、すぐ出てそうなんですか、うん、すぐ出てきちゃう。ちょっと検索してみてくださいね。そうなんです、はい、でそのライブハウスのね、はい、あの11月はね、はい、ライブが目白押し。おでね、僕の友達の福永君とか海鮮山瀬もね、あ、出演、なんか僕の友達の三木雄二さんも出るって。そうそう、あの、はい、出演がいろいろ決定しててね、はいはいはい、はい、あの本当にね、まず何でした、同時に出るのがありましたよね。11月の17日、18でしょまあこの辺とかそうこの辺にあの出てるんで、ね、17かな18かな、18かな、どっちかな、なんかね、あのね、休みの日なんですよ。そうなんですよ、週末の。そうなんですよ、はいはいはい、18やと思いますけど。あ、そうですか、ね、うん、僕もまた雪なんでね。こうなんていうタイトルでしたっけ。 I Expansion かっこいい。それそれそれ、もっとちゃんと見つめよ、目の前の人、ひょっとして思ってたのと違うかもしれない。はい、道案内の時間です。まずは西大橋4番出口から参りましょう。階段上がってまず左へ。左かい。そうですね、うん、鶴丸運ですね。はぁ、そうどんかい。そしてもうすぐまっすぐ行くと街角屋、うん、あったかそう。大丈夫かい。そうですね、あ、もうすぐまっすぐ行くと、うん、セブンイレブン、うん、大きな交差点のところです。なんだって、それを左へ曲がって、左かい。おぉ。ずっとまっすぐ行くと、ホタルちゃん。ホタルちゃんか。ラーメン屋、店、白い看板が目印です。そして、もうすぐまっすぐ行くと、古着屋さん。ガールシャープがあって、どうしたんだい、どうしたんだい。そう。そこで、ポップアップミュージックスクールが、すぐ近くに見えます。はい。四つ橋線、6番出口から行きましょう。中古会。もう一個位置があるったね、これ。階段を上がって。フラなんではないね。おう。180度回ります。あ、こっちかい。こっちかい。するとすぐ道がいっぱいあるね。ケーキ屋さん。おう、フラなんではないね、これ。フラなんではない。網間があって、右手には宝禅寺あられです。あ、これもないっすね、フラ。ずっとまっすぐ行って、うん。もみあんが、あるよ。子供たちが見てるでしょうか。ここ見るの？あれあれ。高いマンションです。ここかな？いえ、その隣がスクールです。ね、2階ですね。では、レッスンに入りましょう。発展しない。
空と大地のその中にビームサイト TV。 はい、見ていただきましたビームサイト TV、 いかがだったでしょうか。ライブ告知とか多かったじゃん。ワンマンがね、いっぱいあるね。ワンマンなし、ワンマン、ワンマン、ね、11月中にうるさいねとか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 お前らね、よくスタジオなんですね。11月、12月はワンマンがいっぱいありますけど、え、いっぱいってどれ、誰があるの。いや、だってマイラちゃんから。あ、そうそうそう、セイナもワンマンじゃないですけど、取材とか天候もになっちゃう。いっぱいありますね、うん。海千山千もそう、うちはワンマン、ポップアップの生徒さんもワンマンガツガツやってるから。海千山千ワンマンやったやね。海千山千やったって誰もけえへんやん。あ、今年海千山千カウントダウンしたらやね。ちゃサザンみたいな。ちゃう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 、あの何ちゃうちゃう、これぐらいのハンディのカメラ持たして、ちょっとチャリンコ乗せてあのどっかは、なんていうの、そういうの、いろんな人々と触れ合って、海千山千の楽曲を一曲作って帰ってくるみたいな。ああ、サルダン席方式。そう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 、それやろう。おやろう、それやろう。年末年始それで、じゃあ見てるかね、みたいな。それをやるわ、やろう、うん、年明けからやろうか。1月に北海道から始める、あえての。そうしよう、えりも岬からはい、どうなることやら、はい。というわけで、11月こんな感じでしたけども、おい、来月は今年最後ですんで、今年のまとめ的な、うわすごい、ピムサイト TV になるかと思っております。はい、やるぜー